い、どうもピョキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、ファーストトロールレベルノーヘイトプラスということで、ちょっとこれ訳し方わかんないんだけど、初めて作ったトロールコースで嫌いなものはありませんということでしょうか。いや、素晴らしいね。嫌いなものは何もないと、そういう人に一度なってみたいですね。そしてこのコース、サムネを見る限りゴール前がめっちゃ面白そうだよね。ゴール前には一体どんな仕掛けが来るんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.66% でね、僕トマトめっちゃ苦手なんだよね。ミニトマトとかめっちゃ可愛いんだけどね、同じ人いるかな、あの味苦手だなみたいな。じゃあここは一旦オープン、そしたらアイテムが出てくるみたいな。開幕シーソーゲーム。なるほどね、今日はちょっとだけ変わったトロールコースっぽいよね。サムネの雰囲気もいつもと違ったもんね。じゃあここはスネークブロックに乗って、あのカロンの甲羅乗ればいいのか。そのとこドクロコースだ。そういや最近ね、老いていた時に魚をメインで出すウオキングっていうお店があったんだよね。いや、すごく僕とねシンパシーを感じたね。いや、ぜひそこで飲みたいなと思って。僕が飲まれたね。ここはドクロコースターに乗ったらいけなかったんだね。で、このカロンの甲羅がさ、移動してくるから、このカロンの甲羅に乗っていけと。さあ行きましょう。さっきからあっちんだよ。もうこの制作者の考えは読めたね。見えない視覚からの攻撃が多いからさ、そういうところを重点的に警戒していこう。多分ね、あのオンオフするじゃん。そしたら右にボム兵が爆発するんだよ。なんでオンオフした瞬間すぐ左に逃げる。西親父、そういやね、左下の唇があるじゃん、その中をさ噛んじゃってめっちゃ喋りにくいんだよね。こっちの方が精神的に痛いで。え、待って、あの緑のとこ入れないんだけど。一旦オンするでしょ。そして、あ、なるほどね、親父にブロックを壊させてこの赤の土管が正解だったっていうわけか。ここはキノコ取っていきましょう。ブブー言われたぞ。エンジェル肌。はい、それじゃあここは上のキノコは取ったらいけないということなんで、右のキノコ絶対これが正解だよ。よしよし、そしてこのガリガリの下に行けと。そういうことだね。そんでこのボム兵を踏んで左に行く、これが正解だよきっと。ボムちゃん。誰だ、やったのは誰なんだ。ボムちゃん待ってて、僕がきっと敵を取ってみせるから。あなたを倒した犯人は絶対に僕が見つけてみせるから。このメンターテピヨンかな、さあ姿を現すんだ。ピヨン警部、誰もいません。逃げたんじゃないのか犯人は。すぐに追うんだ、絶対に捕まえろ。はい、犯人はどっちに行った、右か左か。左のスイッチ、矢印が書いてるぞ。これが警部、捕まりました。なるほどね、すぐに右から行けんっちゅうことね。なんか今日のトロールコースさ、すごいシンプルなんだけど、あの罠が全く見えないところからめっちゃ来るからさ、全然予想できないね。この四角はなんだ。じゃあここのハテナ何だったんだろうね。コインか、危ないね。コインコインしてたら絶対にやられてたよ。ここのハテナは、さっきからチョコバカと姿を現せ。もう全てを理解しました。この地球がなぜできているのかも僕は分かっているんです。それじゃあここは一旦右に行った方がいいよ。そしたら爆発するみたいな感じでしょう。コインか。それじゃあさ、このハテナはボム兵、武器物スーパーミラクルローリングサンダーチャンプ。決まった、かっこよかったでしょ。はっ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 。頼むって。いや、まだワンチャンあるよ、上のブロックという救世主が。ゴイ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 。じゃあここは敵が戻ってきて、泣きだった瞬間すぐ右に行けっていう感じだね。そしてこの、うわ、もう持っちゃった、やべえ、一旦右下、もうここしかないよね。いや、左のフラワーは取っておかなくちゃいけないよね。いや、Pスイッチか、Pスイッチを取って右に進めっていう感じだね。で、ここなんだけど、多分ね、あの四角の枠の中でボム兵を爆発させることは間違ってないと思うんだよね。ここら辺にさ、Pスイッチが降ってきたでしょ。で、このPスイッチを持って、なるほど、ここでファイヤーフラワーも取れるっていうことだね。それじゃあ進んでいきますか。この土管に入って、そろそろ中間ポイントが欲しいよ。なんか一般土管があるけどさ、え、なんか下にいない。うわ、なんか主がいるっぽいよ。大丈夫、主が来る前に早く炎症魔法を唱えないと。我が名はピヨミン、高魔族随一の魔法使い手にして爆裂魔法を操りし者、我が力見るがいい、エクスプロージョン成功しましたわー。
も成功したからといって油断してはダメ。まず落ち着いて、絶対にこの場所から動かないのよ。そこだー。それで僕思うんだけど、絶対にさ、あのクリボーのところ中間ポイントあるよ。隠してんじゃないのか、その辺に。うわ、ないっぽいね。で、これはこのまま右行っていいの？ヒップドロップで倒せるよね。一旦倒しておく。そしてこのまま右に行くと、で、靴は捨てていけ。マリオの命も捨ててしまったね。ちょっとのジャンプ上に行き過ぎないようにして、この土管に入れと。マジでそろそろ中間ポイント欲しいところなんだけどな。ちょっと噛んだけど。右怪しすぎでしょ、あれ。ねえ、これ行っていいかな。すごい行きたいんだけど。もう何があるか気になる、この先に。ダメじゃねえか。何かを用意しといてくれよ、頼むって。え、本当にこれだけ？いや、実はこのブロックが壊れて先に進めるようになるみたいな、そういう。なんだなんだこれは。絶対右のアイテムなんかあると思った、あの場所に。本当に何もないとは思わなかったね。いや、こっちが絶対行くべき道に合ってる。そうだよね。そして、あれ、一旦オンオフして、こっからどうすればいいんだろうね。なるほどね。あの上のブロックを左まで運べっていう感じなんかな。どうやって運ぶんだろうこれ。あ、わかったわかった。多分ね、あの赤と丸のところがあるじゃん、あそこで分かれてるんだよ。青の時に左で行くみたいな。だからこれで何もしないでいいんだよ、きっと。そしてこっから、なるほどね。あのブロックに押し出して向こう側に行けと、そういうことだと思います。そしたらやられたけど、多分これ中間ポイント取ってるよ。え、何も取ってない感じ。中間ポイントは絶対中間ポイントに取ったと思ったんだけど。いや、それかこっからさっきと違うみたいな、そんな感じなんじゃない。いや、ほらほら、いや、こっちで合ってたんだ。今のがチェックポイント2なんだね。よっしゃ、来た。もうすぐゴール近いんじゃないんでしょうか。さあ行きましょう。いや、絶対合ってる。ここまでは絶対合ってると思います。 P スイッチずっと踏まれてるしね。最後に投げかける。わざわざ赤にしてこいってか。まずここを赤にしといて、こっから先何が変わってるかだよね。え、ちょっと待って、戻った。もしかしさ、今のチェックポイントを取ったらいけなかったみたいな感じなんかな。いや、絶対そうだと思う。この先何も変わってないでしょ。ほら見て、ちょっとさっきのところまで戻ってみたいと思います。それじゃあチェックポイント2の方まで戻ってきたんだけど、こっからあの、もしかしてさ、こっちの土管が正解だったみたいな。あ、多分そうっぽいよね。なんでこっちに戻るわけじゃないんだ。うわ、またやり直しやんか。これはずるいよ。チェックポイント1戻すの必然だよね、こんなの。さっきと違う思わないが分かるわけだ。いや、これが急にゴールだとは思わなかったね。あの右下の扉から出てきてゴールするんかなと思ったんですけど、そんなんじゃなかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、素早くタス乗り練習ということで、皆さんタスという言葉をご存知でしょうか。このタスというワード、マリオメーカー2じゃよく耳にすると思うんですけど、ツールアシステッドスピードラン、またはツールアシステッドスーパープレイということなんですよね、って書いてました。いや、僕もわかんないから調べさせていただきました。で、今回このコースでタスの意味にふさわしいのはスーパープレイの方だと思うんですよ。様々な障害物を一マスもない足場を乗り継いでいって、スーパープレイを見せてくれと、そういうことでしょう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.65% でね、タスでなんか面白い言葉作ろうかなと思ったけど、たこ焼き熱いっすねぐらいしか思い込まなかったね。相当つまんねえな。あ、ちょっと待って、これ時間が10秒しかないんだね。いや、こういう時にさ、すぐ面白いワードがパッと出てくるような人間になりたいね。たこ焼き熱いっすね、致命傷。マリオのが致命傷。これね、パックンのところまで行くのはそんなに難しくないんだよね。でもパックンってさ、一番乗れる足場が少ないから、これを2回連続でしろっていうのが本当に難しいね。でも僕はこのコースをクリアすると決めたんだ。このコースをしっかりとクリアして、ピオキングからタスキングになると決めたんだ。
キングだね。そろそろ真面目にやっていこうかなと思います。なんで少し黙っていいですかね。このカスキングまで落ちてしまった自分を一旦ピオキングまで戻して、ツールアシステントスーパープレイピオキング、いや今絶対ゴールしたと思ったな。いやでもこれはツールアシステントスーパープレイキングになるまでそんなに遠いね。いや違うんだって、本当に難しいんだって。でもこのコースでしっかりとゴールしたいと思います。いやこれ絶対いけるよ、見てて、絶対にこれでゴールしてみせるから。さっきから邪魔すんだ、すいません、いつも騒がしくて。今日こそは静かにやろうって思ってたんですけど、気持ちが溢れ出ちゃって、もう蓋をしてもメントスコーラが出てくるみたいに、僕の気持ちに蓋をしてもメント…いやどうもご視聴ありがとうございました。尺が足んないかもしれないんで、ミンバとやりたいと思います。いや普通のコースしようと思ったんだけど、僕コース探しがめっちゃ下手くそだからさ、ミンバと許してもらっていいですか。いや久しぶりだねミンバと。いや誰か僕のこと知んないから、いやマリー僕じゃないでさ、いや僕を持ってってくれないから。さあここは上、まあまあまあ全然ある、全然いいよ。いやしまった、もう一回だけ。いやしかし誰この人、ノーマン。いやちょっと待って、スタートしてる場合じゃねえ。いや僕だけ先に行きたいと思います。ゆっくり行こっか、あいつは取った方がいいぞ。このいやこのジャンプ、ナイスナイス、クッパ抜け。こっからもうゴールがあるんじゃないのか。さあ見えました、これで僕の勝ちだね。さあな、さあここでゴール。いや君に叱られた。キャラユキングが叱ってやろうか。バトルランク A 圏、大雨の中でみんなでバトル。全然雨降ってないね、めっちゃ天気いいね。じゃあ僕は一番右行きたいと思います。マリーの隣でがよかったな。マリーノーワーさんって人だね。あのノーワーさんって方めっちゃいい人そうだからさ、隣のレーン走ってみたかったな。はい、それじゃあスタートします。なるほど、こっから雨っていうわけか。僕誰だったっけ。いや誰一番右の木の実をだね、青頭だったね。いや全然余裕、もうこんなまんまる僕は友達だからね。もうトロールコースでかなり僕まんまる友達になってるからね。みんな見てて、くっよっしゃ、ここでシャキーンしてどんどん上に行けた。そういうことだね。これもう一回一緒に降りなきゃいけないみたいなコースなんかな、どうなんだろうね。いや木の実は早いね、さすが妹。ここで入る、いやどっち、なるほどここで上に行けと。いやもう壁キックねえんだ。これはキノピコより早いんじゃない。さあここで2連勝きました、どうもありがとうございます。ちょっと待って、キノピコ来ないでって、ゴール条件を奪おうとしないで。さあどんなコースなんでしょうか。始まりました、まず坂がありますね。ここは坂を上り下りするだけで終わりみたいな。うわみんなうめえね、なかなかやるじゃねえか。よしよしよし、そしてここを抜けてルイージめっちゃ速い。ナイス、マリア友達バレ持ってんねえ。マリーそれはナイス、時間の無駄だよ。僕は上から行きますね、キノピオ兄弟。さあこれは、いや頭貸さない、貸して。よしよしよし、ここは うわどうしようこれ、なんだよこれは。右下、あーね、いや久しぶりにさミンバトやったらめっちゃ面白いね。フライフラワーワインプラスエアージャンプなんとか、これは僕来るよ、絶対来る。最近バンドステージしたもんね。さあここからフライ、何やってんの。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。